花瓶に飾れるコスモスをお花紙で作りました。緑色のお花紙を紙が裂ける方とは直角に折って葉っぱを作ります。4つに折ったら半分に裂きます。そのまた半分、そして半分、さらに半分で16分の1の細さに裂きます。これを広げてまず真ん中でちぎります。さらに半分にちぎって短いの2本と長いの1本を作ります。指先に少しだけのりをつけて細くねじっていきます。短い方を2本ねじったら、今度長い方は3分の2ぐらいねじります。このくらい残して最初に作った2本とまとめて、3本一緒にねじっていきます。形を整えて乾燥させておきます。その間に花を作りましょう。ピンクのお花紙を外側がツルツルになるように2つ折りにします。今度は裂けやすい方向とは平行に折っていきます。2つ折りにしたままこんな風に屏風折りにしていきます。できるだけきれいに折ると仕上がりがきれいです。これで屏風折りができました。2つ折りにして真ん中を切ります。これで花2個分です。さらに半分に折って、この輪になっている方からギザギザに切っていきます。最後は斜めに切り落とします。開くとこんな形になっています。ワイヤーを半分に折って、この真ん中の折り目のところでぎゅーっと引っ張ります。くるくるとねじって留めておきましょう。一度横に引っ張ってから花びらを丁寧に開いていきます。花びらの付け根の部分を折りつぶすようにして平らにしましょう。花の真ん中になる部分は黄色いお花紙を4分の1に裂いて作ります。手のひらに糊をつけたら、お花紙を挟んで最初は優しく、だんだん強くコロコロと丸めていきます。手のひらがサラサラになってきれいに丸まったら出来上がりです。上からぎゅっと強く押して平べったくします。これを糊でお花の真ん中に貼り付けます。以前に紹介したぐるぐると渦巻きにする方法も使えます。緑のお花紙で額を作りましょう。
まとめておいたところを斜めに切って、端をギザギザにしましょう。これで花の根元のところをふわっと包みます。形を整えたら水のりで茎の部分を固めておきます。ワイヤーを6センチから8センチぐらいに切ります。最初に作っておいた葉っぱをフローラテープでワイヤーに巻きつけていきます。まず先端に1本、途中の部分に2本まとめてつけます。葉っぱを広げて形を整えておきましょう。これを2つ作ります。そして先ほど作っておいた花にフローラテープで留め付けていきます。フローラテープは花の根元から巻いていき、その途中にバランスを見ながら葉っぱを巻きつけていきます。ワイヤーを曲げたり葉っぱを広げたりしてコスモスの出来上がりです。花を2本まとめるときには高い花と低い花を作るときれいにできます。花瓶に飾ったところです。葉っぱの数が少ないとこんなすっきりした感じになります。額を下から見上げたところです。濃淡の違うピンク色でたくさん作って華やかに飾りましょう。